カール・ゴット・フリート・ノルドマンは、第二次世界大戦時のドイツ空軍のエースパイロットで、ある、800回以上の作戦行動に出撃し、78機の撃墜を記録した。それらの大多数は、東部戦線で、1機はポーランド侵攻時に、8機はフランス侵攻時とバトル・オブ・ブリテンで挙げた戦果であった。戦後は、ダイムラー・ベンツ社の北アメリカの支者で社長を務めた。 ギーセンで生まれたノルトマンは1936年に第三帝国時代のドイツ空軍に志願入隊した。飛行訓練を受けた後の1938年10月に第132戦闘航空団に配属された。数回の解消を経て部隊は第51戦闘航空団の霊下となった。ノルドマンはポーランド、フランス、イギリス上空の戦闘で9機を撃墜し、 バルバロッサ作戦でドイツがソビエト連邦へ進行すると JG51 の第4飛行隊の飛行隊長に任命された。31機撃墜の選考により1941年8月1日に騎士鉄十字勲章を授与され59機目を撃墜した後の同年9月16日に騎士鉄十字勲章に白洋を追加授与された。白付騎士鉄十字章は ノルトマンに授与された当時は軍人に与えられる最高位の勲章であった。1942年4月10日にノルトマンはそれから2年間式を取ることになる JG51 の戦闘航空団司令に任命されたが、1943年1月17日の空中衝突により負傷したことで飛行停止となり、それ以降の出撃を禁じられた。 1944年4月1日に JG51 の指揮権を返上し、東プロイセン航空兵指導官に任命され、その後は第6中間戦闘機体操官を経て、終戦まで第1戦闘機師団の指揮官を務めた。第2次世界大戦後にノルトマンは、ダイムラーベンツ社の販売部門に入社し、1971年から1982年に、 死去する間際まで北米とカナダのメルセデス・ベンツの現地法人で社長を務めた。ノルトマンは1915年11月22日に当時ドイツ帝国のヘッセン大公国のギーセンで医師の息子に生まれ、1936年4月1日にドイツ空軍に士官候補生として入隊した。1938年1月1日に少位に 任官すると、同年3月30日に、第253爆撃航空団の第一飛行中隊に配属されたが、その後、テオドールオステルカンプ大佐が、指揮官を務める戦闘機学校に入校した。1938年7月から後に、第51戦闘航空団の第砲飛行隊となる第77戦闘航空団の第愛飛行隊の本部でを務めた。 この部隊は当初は、第132戦闘航空団、第6飛行隊であったが1938年11月2日に、第331戦闘航空団、第 I 飛行隊に解消されるといったように、数度にわたり部隊名を変更された。ブレスラウシェーンガルテンへ移動すると再度解消され、1939年5月1日に、第77戦闘航空団、 第愛飛行隊、あとに第51戦闘航空団、第4飛行隊となった。1939年9月1日金曜日にドイツがポーランドに侵攻してヨーロッパで第二次世界大戦が始まった。ノルトマンは9月3日にポーランド軍の PZL-43 を撃墜して初戦火とし、フランス侵攻で2機目をバトルオブブリディンでさらに7機を撃墜した。 1940年3月1日に第3戦闘航空団第7飛行中隊の飛行中隊長に転出したエルビン・ノヤアブルクに代わり JG51 の第12飛行中隊長に任命された。この任用により4月1日に中尉に昇進した。10月17日にイギリス空軍所属の2機のスーパーマリンスピットファイア機を撃墜し、 1941年5月6日には9期目の戦果を挙げた。第51戦闘航空団、大砲飛行隊のメッサーシミット BF-1091941 年6月に JG51 とドイツ空軍の大多数はソビエト連邦への侵攻のバルバロスサ作戦準備のために東部戦線へ移された。 7月20日にノルトマンは JG51 の戦闘航空団司令となったフリードリヒベックの後を継いで大砲飛行隊の飛行隊長に任命された。第12飛行中隊の指揮はハインツ・ベール中尉に引き継がれた。2週間も経ないうちの8月1日にノルトマンは31機撃墜の港で騎士鉄十字勲章をブルーノレールザー空軍大将の手から授与された。 この時期には、フランツ・ヨーゼフ・ベーレン・ブロック5長が、ノルトマンの領域として飛行していた。8月16日に40機目、同28日には50機目の撃墜を記録し、わずか3週間後の9月16日に59機撃墜の、コーで、白洋付騎士鉄十字勲章を、アドルフ・ヒトラーの手から授与された。3日後の9月19日に大尉に昇進した。 1942年4月10日にノルトマンはドイツ航空省に転出したベックから JG51 の戦闘航空団司令の職を引き継いだ。1942年6月18日にノルトマンは少佐に昇進したが、6月26日には上記のメッサーシミット BF109 回マイナス2を着陸中に転覆させてしまい、高速衝突による典型的な負傷である。 頭蓋底骨折を負った。事故後間もなく、飛行任務に復帰したが、8月は治療のために入院を余儀なくされた。戦闘航空団司令見習いとして、ヨアヒム・ミュンヒエベルク大員が、ノルトマンを補佐していたが、ノルトマン不在の間は一時的に、ミュンヒエベルクが職務を代行した。1943年1月17日に、 ノルトマンのノル・フォッケウルフ FW190 は、I,JG51 の飛行隊長、ルドルフ・ブッシュ隊員と空中衝突を起こし、ブッシュは死亡、ノルトマンは再び飛行不能なほどの重傷を負った。ノルトマンは800回以上の作戦任務に出撃し、東部戦線での69機を含む合計78機の戦果を挙げた。JG51 は、 ノルトマンの指揮下で1942年12月16日に4000期目、1943年6月2日に5000期目、同年7月27日に6000期目、同年9月15日に7000期目の撃墜を記録した。ノルトマンは1943年8月1日に中佐に昇進し、1944年4月1日に 東プロイセン航空兵指導官に任命された。この指揮権は後に第6航空艦隊令下に入ると第6中間戦闘機体操艦とも呼ばれた。ノルトマンの指揮官としての貢献と JG51 の8000機撃墜を称えて国防軍最高司令部が発行する情報冊子である国防軍軍法の1944年5月4日付において言及された。 1945年1月4日に東部昼間、戦闘機関総監に任命され、1月30日には大佐に昇進した。戦争が終結する直前の1945年4月4日から終戦まで、ノルトマンは第一戦闘機師団の指揮を取った。第二次世界大戦後の1950年に、ノルトマンはダイムラーベンツ社に入社し、 最初は販売の仕事に就いた。後に販売部門の長となり、1968年には全世界のサービスを統括する部門の長となった。1971年1月に北アメリカとカナダのメルセデス・ベンツの現地法人社長に任命され、1981年1月に引退した。引退はしたものの重役の地位に止まった。 メルセデス在職中にノルトマンは後にダイムラーベンツ社の CEO となるユルゲンシュレンプの初期の教育担当を務めた。ノルトマンの指導力の下でアメリカ合衆国におけるメルセデスの販売量は1970年の3万台から1972年の4万3600台へと増加し0.24%の市場占有率を占めるまでになった。メルセデスは 1976年のジャクソン・ビルでの施設開設、1976年のユークリッド・カンパニー・オブ・オハイオ社と1981年のフレートライナー、トラックス社の買収といったように、北アメリカ市場での存在感をさらに増した。1981年にノルトマンはスタンフォードで開催されたインターナショナル・オーダー・オブ・キャラクターズの航空シンポジウムに出席した。 このシンポジウムの講師陣は、ノルトマンに加え元イギリス空軍のダグラス・バーダーとロバート・スタンフォードタック、元アメリカ陸軍航空軍パイロットのロバート・ジョンソンという4名の第二次世界大戦時の元パイロットにより構成されていた。ノルトマンは1982年7月22日にアメリカのコネチカット州グリニッチで没した。妻のティナとの間に、 息子のピーターと娘のコリーヌを設けた。ありがとうございます。